年越してからさ、うん、イルミネーションが撤去されていくじゃん。で、このスタジオ来るまでに、はい、六本木通るじゃん。はい。去年のクリスマス思い出した。いや、あのね、ほんとあれはね、なんか、なんだろうな、大いなる意志を感じたよ、俺は。いや、ほんとにね。このラジオの収録がね、イレギュラーで、はい、去年はクリスマスの日になったんですよ。ね。で、二人ともこう年末調整で忙しいから夜遅くに、はい、まあ、皆さんにも集まってもらって収録して、で、年末だからってことで久々に自分の車でね、うん、相馬さんを送るよっつって、ね、珍しく、そう、いつもだったら高速道路を使うんですけど、はい、封鎖されてまして、なぜだかわかんないんですけど、多分工事でしょうな、うん、結果文化放送から相馬さん家向かうまでに六本木の道を選んだんですよ、僕がね、はい、はい、ここ重要、ここ重要ですよ。じゃあ下道から行くかっつって欅坂の下を通る道を選んだんですよ。うん、クリスマスにね二人で欅坂のイルミネーションを見たね。いや、ほんとなんか、ね、あれ渋滞だとか言って、うん、カイト君がね、うん、だからそうなんだ、なんだろうねって言ったら、あちらご覧くださいとか言い始めて、えっつったら、綺麗イルミネーションだそしてカーステレオから流れ出すヒゲダンっていう。まさかの。これ、仕組まれてる。いやー、やっちまったよね、あれは。過ごしたくない、過ごしたくないとか言って。違うんだ、違うんだって言いながら。数々の偶然が重なった結果、そうクリスマスを過ごしてしまったよ。だってさ、我々はもうさ、その、うん、もう至るところで、うん、いや、そのビジネスパートナーとしてすごくね、そうそう、互いを信頼してるけど、うん、そのいつもべったりの友達じゃないんですよ、うん、ね、そのペアじゃないからみたいな、誤解しないでって、そうって言ってたのに、二人きりの時に、ペアじゃんってしかもその時にしてた話何かっていうと、うん、いやー、俺最近ダメラジすごい楽しい。そうなのよ。そう、年末だからね、こう一年の総括を車の中でするわけですよ。いや、もうすごい良かったよっつってね。で、俺はさ、うん、本当にダメラジはカイト君のおかげでやれてると思ってるんです。いや、もうそれはお互い様ですよっていう話をしてたんですよ。本当にしてたのよ。本当にね、たまたまそれを普通にいい話してたらからのあちらをご覧くださいみたいな、イルミネーションですっつって、伝えが綺麗に彩られておりますっつって、無事家に帰れてよかったですよ、本当に。面白すぎて家までちゃんと送ったからね。いや、ほんとね。もう記念すべき日になりましたよ。あの後の帰り道よ。うん、送って降ろした後の帰り道の俺の虚しさ。ね、夜も遅かったから、日もまたいでるわけじゃない。はいはい、ね、もう26日にもなりましたと。はいはいはい、俺は本当にクリスマスを男二人で終えたんだなっていう虚しさよ。なかったー。あの、悪くない夜でした。はい、ないよ。あったかかったしね、クリスマスは。あったかいクリスマスでしたね。サンタさんがね、我々に、遅くまで収録頑張ったねっつって、奇跡の渋滞なんだったんだよ、マジですごかったよな。いや、まあ、でも、あの、綺麗でしたよ。綺麗です、すごく。あのままノリで青の洞窟の方まで行こうかと思ったぐらい。いやー、すごいクリスマスだったな。でもなんか急に年明けてから寒くなったよね。わかる。だからなんかさ、年末とかに、うん、それこそね、カイト君ともさ、なんか今年あんま年末って感じしないよねみたいな言ってたのに、最後の3日ぐらいでにわかに来たなって。っていう、本当にもう年始は寒すぎて外出なかったもんね、本当。まあ、違う理由だと思うんですけどもおそらくね、アニメも見なきゃ